ここでメンバー紹介をしたいと思います。ドラム、オンドラム、オンドラム、本当にみんな久しぶりに、この会場でも、そして画面上でもね、会えて本当に嬉しいです。僕たち体的にはなかなか会えなかったんだけど、その分なんかね、俺たち、ルナシーみんなのなんか本当に絆が、深まったような、期間だと思います。僕本当にコロナとかに感染して、さっきリュウちゃんも言ったみたいに本当にね、医療従事者の方々に本当にもう頭が上がらないような、なんて言うんだろうな、患者にも本当にこう笑顔で、接してくれて、そういう人たちって本当にこう日本じゃなくて人類を支えてくれてる人なんだなって、本当に尊敬しました。そして何よりもメンバーもそうだし、スタッフも、そして、みんなの温かいコメントとか、声援を見てね、どれだけ、僕は助かったことか、本当にこれから、みんなに、恩返しをしたいと思います。本当にどうもありがとう。昨日も言ったけど、みんなのことは大好きの最上級、ダイスキングだぜ。ドラム深夜、オンベース。本当に昨日と今日どうもありがとう。なんかね、止まってた時間がみんなと共に、進めることがね、できた感じがします。なんかね、明るい未来に向かってみんなと一緒にロックしていきたいなと本当に思ってますんで、ここからね、また少しずつ俺たちの日常をね、俺たちのすべてをみんなで取り戻しに行きましょう。本当どうもありがとう。オンベース、ギター、今来ると思ってなかったよね、タイミング的にね。ギター。
みんな本当にどうもありがとう。そしてメーカーバーの青い光が最高に美しかったです。この会場にいるみんな、俺たちのメッセージが世界中の医療従事者やね、エッセンシャルワーカーの方々に届くことを信じてます。もうみんなもすでに素晴らしいこと言ってるんですが、昨日やってつくづく思ったこと、ライブがないと生きていけない、ルナシーのライブがないと生きていけない、そういうみんなが俺たちと一緒にここに集まってる。そしてもう一つ、命があることに心から感謝。龍も生還してきた、深夜も生還してきた、でもいつ俺たちはいなくなるかわからない。実はここに集まって俺たちがこの状況を迎えられていることが信じられない奇跡だと思います。この奇跡を一生起こし続けていこうよ、みんなで。俺たちは死ぬまでルナシーのステージに立ちますので、できればその死という時間がまだずっと先だと思いたい。でも分かんないよ、明日かもしれない。なので今この瞬間を完璧に行きましょう、一緒に。そしてそれが俺たちがこの闇の時間を超えてね、この闇のトンネルを越えて新しい未来、そして新しい日常、希望に満ち溢れた日常、それを作っていくんだと、そういう動詞だと。ライブがないと、音楽がないと、エンターテインメントがないと、世の中文化は死にますよ。いつまでも止まってられません。新しいやり方でね、ちょっと不自由かもしれない、でもこういう状況でも一緒にライブやることが幸せだと思いませんか。なので声が出せない、ね、フドバンがやりにくい、ね、いろんな 100% お客さんを入れることができない、いろんな弊害があるけど、今それをこらえて超えて俺たちが一緒に音楽の新しいシーンをさ引っ張っていきましょうよ。俺たちみんなルナシーなんだからさ。ということで、イノランの前に大体重要なことを言ってしまいました。大変だよイノラン、ありがとう、心から愛しています。ギターすぎぞー、ギター。いやみんなね、やっぱそれぞれ個性があって、このメンバーっていうのはね、こういうあれなんで、あえて杉蔵を先にやっぱり言ってもらった方がいいかなって、僕は短くまとめようかなと思って。でもさ、本当さ、いろいろあるけど、明るい未来に行くためにやっぱ音楽は必要だと思うんだよね、僕ら。だからそのために僕ら5人は、僕らスタッフ、そして僕らのファミリーは、このね、これからも全力で音楽を鳴らし続ける、それを全力でやりたいと思います。今日はありがとう、ギターイノラ。そして最重要人物、最重要人物、最重要人物、なんか黒幕みたいで嫌だな。うちの黒幕違うから。埼玉なんですが、すいません、神奈川親善大使の神奈川が誇る星、シート輝ける星です。まあオンボーカル、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 ユージどうもありがとう。なんかしんちゃんの音も結構軽いね。なんかその時オンボーカルポン、オンボーカルポンみたいな。あ、まあネタ話すると昨日長かったから、ああちょっとね、ちょっと短くしようって言ったのに、そうね、そうね、言ったのにね、意外と なってくるんで、そう、これはね、そう、ありがとうございます、ね、なので始めよう、ね、始めよう。昨日長かったって言われたけど。メンバー
ね、支えてくれてるスタッフにも熱い拍手をお願いします。スタッフ、そしてね、見てくれてる人、来てくれた人、みんなにも感謝です。本当にどうもありがとう。よっしゃ、埼玉盛り上がっていこうか。みんなの心の声ね、まだ吐き出しきってないものはきっとあると思います。それをこのステージまで運んでください。いいですかみんな。埼玉全員でかかってこい、かかってこい、かかってこい。ネクショー。 I wish明日さえ怖がってた。